キャプテンが新社長とタッグ。阪神福留康介がいあて、40が11日、西宮市内の球団事務所で契約交渉に臨み、1000万円減の推定年俸2億2000万円でサインした。12月1日に就任したばかりの養子を検事球団社長、57が同席する異例の展開。来期もキャプテンを継続するが、社長にダメ出し OK のお墨付きも与えられた。 戦う現場とフロントが一体化し、来季は悲願の日本一を目指す。契約交渉の責任用紙を球団社長の姿があったキャプテン2年目に入った福留と膝を突き合わせる。12月に就任したばかりの球団社長は、ナインを束ねるベテランと40分近く話した。同席が異例なら、席上の発言も異例だった。私から発信することが現場としてそぐわなければ、キャプテンとして、 違うんじゃないですかと言ってください。社長自ら、異論を意図はないと胸筋を開いた、ダメ出しを OK したのには理由があった。洋を社長フロント、チームが一体となって優勝、日本一兵一緒に頑張りましょう。社長に物申すのもキャプテンとしての責任と権限があるんです。福留はあくまでも自然体だこを返答したという。全部、 自分が引っ張るわけじゃないですベテランの人と一緒にチーム全体を引っ張ろうと思います。サコーフ、鳥谷からバトンを託される形でキャプテンを引き受けた。今年11月には、金本監督から続投を伝えられた。この日も福留は、目標は優勝ですそれしかない。鳥谷、のみ、城の選手が口に出してくれている努力を込めた。ベテランが率先して、 若手にあるべき姿を示していく。その方針は養子を社長の思いと重なる、チームを引っ張る手法は、こちらの期待している形でした。スタンスは一致していた福留社長に、どんどん言ってくださいと言葉をいただきました。阪神という組織の中で、全体で優勝、日本一という大きな目標に向かってやっていけたらいい。今季は93試合、4番に座り、 打率2割6分3輪、18本塁打だった。クライマックスシリーズでは公式戦い3位の出なに敗退。それだけに口調は熱を帯びる福留め最後、勝てなかった。レギュラーシーズンもそうですけど、クライマックスに行って勝ちきれなかったことが悔しい。一つのボール、一つの勝ちに対して、そういう執念が、まだまだ足りないのかな。 チームを前進させるため新社長大隅月のキャプテンシーを発揮し、果敢に頂点を狙う。開き括弧堺春俊作天より小さい過去の意外な休会契約公開交渉より大きい。タコ漁師になります92年のオリックス佐藤和弘は、起用法の不満から引退を決意。一時は兵庫、赤石市で底引き網のタコ漁師となる決心を固めた。その後は美を入れ、 200万円減の1000万円で公開。大声量オリックス下山真時は05年、ベンチでヤジを飛ばしすぎ、喉のポリープを手術。ムードメーカーぶりが評価され300万円増の1880万円を勝ち取った。犬手当で3年半身部位の盾役者となった下柳号は、2年総額3億円の好条件に加え、愛犬、ラガー君の面倒を見るという提示に納得。 FA 宣言した上で残留したエコ査定阪神の関本健太郎は8年7月25日中日戦で、甲子園のお立ち台から、ゴミは持ち帰ってください。これにより試合後のゴミは激減異例の貢献が認められ3500万円増の8500万円でサインした。より小さい阪神の主な首相より大きいプロ野球創世期にコーチはほとんどおらず、首相が監督の補佐役だった。 初代首相の松木健次郎は、37年春に首位打者と本塁打王の二冠無理。39年は助監督も金田元祖ミスタータイガース藤村文夫、後の日本一監督吉田義雄も首相を経験。近年では06年に赤星が務め、12年には当主で藤川、野手で鳥谷の二人が就任している。